財布にも優しいお豆腐を、のど越しがいい滑らかな冷製ポタージュにしてみました。暑い夏にぴったり、ひんやり豆腐のポタージュをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず豆腐はさっと下茹でして、水気を切っておきます。オクラは塩茹でして輪切りにします。フードプロセッサーに豆腐と材料 A を入れます。フードプロセッサーがなければミキサーでも大丈夫ですよ。鶏ガラスープを数回に分けて注ぎ入れ、滑らかになるまで攪拌します。冷蔵庫で30分以上冷やしましょう。器に盛り、オクラを添えれば出来上がりです。ごまの風味が効いた新感覚の冷製スープです。ぜひお試しください。